敵艦向かってきます。旧木蓮の諸君、武器を収めよ。あいつはよし、前期出たな。敵艦を撃破しろ。生きて帰るんだ。邪魔をしてくる敵には精進しろ。ただしターゲットが優先なのは焦るな。戦いって決めたんだ。あの人って入った。木蓮のエース月読源一郎。木蓮の戦士たちよ、ネオジオンに正義はないぞ。あれ、私たちが味方するの？友を裏切り、木星を裏切り、そして今はネルガルの犬。第二部隊は大東方面に展開し、新たな敵艦を確認。敵は二手に分かれています。相当しろ。危ない。タイミングでの遭遇。貴様、元木蓮軍人だろう。なぜ我々に協力しない？何のために戦うというのだ。すべては新たな秩序のためだ。新たな秩序、少子なり。確かに破壊と混沌の果てにこそ新たなる秩序は生まれる。思いつく力の苦しみ味わうは必然。しかし草壁に徳なし。新たな敵部隊を確認。まだ来るか。はっ、迎撃だ。思いつく。連合に騙されちゃダメだ。決める。あやか戦意を削ぐため、この力で。連邦もせこいこと考えるね。今僕ができることを。地球の連中なんかに負けるわけにはいかないんだよ。連邦の支配なんてごめんだね。地球の連中はおとなしく地上に引きこもってればいいのさ。私は戦いがあればそれでいいんだけどね。行かせない。ターゲットバルチ、目のナデシコが敵の襲撃を受けています。なんと援護は出せない。みんな出払っちゃっていて。こいつの化け物か。ネオジオンの誇りを見せてやれ。敵軍侵攻してきます。あの黒い機体はテラスの事件が確認されたタイプです。ということは天下は飽きたくない。あんたのなぜ知ってる。死亡は偽装、永久ジャンパーを守るためね。あとは本人に聞いた方がいいんじゃないかしら。ネルガルドックを襲撃した敵は黒い敵に相当しました。力が…あいつはどこに。わかりません。あっという間にいなくなったから。思いつく。力が…これで決める。リングを切り開かれたら最後だ。なでしこからの連絡は。いけ。まだ時間がかかるようです。ターゲットはいなくなりました。素晴らしい戦果だ。波形戦に。これほどの腕とは。イクスプラー動きが悪いわ。前方より高熱源体多数、高速で接近中です。ネオジオンの増援か。いいえ、違
違います。これはベルクトの部隊です。ベルクト、こんなところにまで。私とも遊んでほしいわね。このクソ忙しい時に。見て、この機体前のと違う。ちょっと機体に手を加えたから今度は簡単にやらせなさいな。ここでひるんだら、フリーダムが追い込まれている。鉄器の周囲に熱源。機体にフィールドをまとって直接攻撃するつもりだ。注意しろ。この程度。今回は普通に戦いに来たんだ。ベルクトの命令だからね。ベルクト、なぜ。知ったことじゃないわね。私は何でもいいの。仕事なんだからね。バレルはどこ。出てきなさいよ。見える。あいつはなんで僕を狙うんだ。バレル、相手にしてはダメ。誰なんだ。僕と同じ理由は何なの。バレル、同じ人間なのか。そんなの知らないわね。どれもいいことだし。バレル、あなたは彼とは違うわ。でも自分がそこにいて殺せって言われたら迷うだろ。わからないんだ。もう言える。アマちゃんの話なんか聞きたくない。変える余裕はない。敵残存兵力撤退していきます。天下はアキト、一緒に来てもらおうか。向かってくる敵をここから通さないで。力だけに。ターゲットをレーダーに出します。作戦領域を通過されないようにしてください。ドラグーンに任せさせない。戦闘します。
個 C のシステム、すべてあなたに任せます。全部この力で。バックアップだけじゃないんですか。ダメ、私はこれから火星全域の敵のシステムを掌握します。バイタル世界があるんだ。なでしこ C、 あなたに預けます。でもハーリー君、男なら憧れの艦長にいいとこ見せなさい。そうな増援だ。それで優位に立ったつもりか。敵拠点より増援が出現。ターゲットバルチャーですね。そいつらが戦闘能力の高いユニットがいる部隊です。注意してください。こっちだ。こりゃ大変な数だ。敵ちゃんもここを取られ後がねえからな。必死の抵抗ってわけか。ハーリー君、こちらも全周警戒。戦いって決めたんだ。はい。守りたい世界があるんだ。みんな生きて帰るんだ。遊軍部隊が劣勢。狙いを絞ってきたのか。直撃。どっちを向いても敵ばっかりじゃん。メウレカちゃんの前で逃げるんじゃないもん。正直入った。嫌われて。これでこれだけやればそこか。行け。仕掛ける。これで決める。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。ちくしょう。やってやる。ニルバーシを信じて戦う意味がある。きっとやれる。敵が撤退していきます。お見事です。さすがです。システム掌握完了。お前ら持ち場を離れるな。いや、勝手に機体が制御不能。こちらの制御不能。守りたい世界があるんだ。宙域の全ての敵はルリちゃんにシステムを掌握する。たった理由がある。さすがは電子の要素だな。決着をつけよう。これが私の果たす最後の義理だ。
見事だ。その赤い機体は短期でのボソンジャンプが可能よ。作戦領域内の敵拠点を全て制圧する。この状況を起こしているオーバーマンもどこかにいるはずだ。援護をお願いします。心の声が雑音のように響く。レント、なんだか気持ちが悪い。くそ、どこにいるんだ。あの連中、いつもより動きがいい。狙いを絞ってきたのか。連中はこちらの心の声を聞いて動く。当然のことだな。心の声を表に出すオーバーマンなんて本当にいるんですか。今のところオーバーマンが原因としか思えないだろう。オーバーマンでも何でもいいから、早く何とかしてください。守りたい世界があるんだ。あいつらは私の美しい運行ダイヤを乱した連中です。その罪、万死に値します。友軍部隊が敵の自走兵によって殲滅しました。危ない。敵部隊が移動開始。これで、ね、これだけやればそこか。仕掛ける。これで決める。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。グラビティブラスト発射。自走兵器の熱反応が上昇。放っておくとまずいな。発射準備に入ったら接近して注意を引きつけてくれ。皆さん、はじめまして。私はカシマルバーで、あなたたちを捕らえに来ました。お前たちの乱した鉄道のダイヤ、ダイヤモンドのごとき美しさで守られるものだ。これで決める。それを破壊した罪、死んでもなお足りませんよ。私にはあなたの息遣いが聞こえます。このプラネットには当てられません。弾が当たらない。行動を先読みしてるとも言うのか。なんだあいつ。奇妙っていうか不気味っていうか。敵の力を姿形で判断するな。オーバースキルが働いているうちはあの敵は倒せない。どうすれば。対策を考える。しばらくは忍ぶしかないな。
奴は俺たちの心の声を聞いている。動きが相手に筒抜けなんだ。お手上げだよ、あいつには。さすが黒いサザンクロスは理解が早い。敵の心の声が聞こえる。何か企んだようですが、無駄なことです。どうせ聞こえるなら聞かせてやるさ。サラ、好きだ。愛してるんだ、サラ。ヘクトラスをする前から好きだったんだ。好きなんてもんじゃない。サラのことがもっと知りたいんだ。サラのことは全部知っておきたい。あのバカ、なんてことになってるんだ。サラを抱きしめたいんだ。潰しちゃうぐらい抱きしめたい。この程度。サラ、好きだ。力だけでも。何ですかこの小僧は。私たちは今戦っているのですよ。危ない。しまった。なるほど、ゲーラーに続け。お、俺もかよ。俺ティファを見て感じたんだ。運命ってこういうものなのかって。思いつくだ。ティファに力を貸すやつは俺が許せない。たとえ地球がめちゃめちゃになっても俺はティファを守ってみせる。ガロード。おお、月光号、自走兵器の攻撃を被弾。友軍部隊が一体やられました。思いだけだ。次、力だぞ。これで決める。だってターゲットフレか。マルチョ、なんと戦いを終わらせなくちゃならないんだ。何かを感じていたんだ。俺、君と出会って何かが変わったんだ。俺は、君が、ターゲットフレ。精神が入って体外にしなさい。そっか、こちらのオーバースキルをカットすればいいんだ。これでシリアスに戦い。危ない。ヤツのオーバースキルが消えているうちに一気に叩け。聞こえません。外の様子が聞こえません。考えていることが筒抜けじゃ勝てないなんてことない。発射を止めなさい。あの鬱陶しいのを落としてくれます。止めなさい、みんな。これで、これだけやればそこか。仕掛ける。これで決める。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。終わらせる。
全拠点を制圧。シベテツも撤退していきます。また迷惑なヤツだったな。艦に戻ります。いや、まだ来るはずだ。カシマルめ、全く役に立っておらんではないか。だから言ったじゃない、私一人で十分だって。敵は2機、赤い方に特に気をつけろ。僕に合わせてください。周囲にいます。これで、これだけやればそこか。うっけー、仕掛ける。これで決める。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。この動き、クイーンか。私がやられるとは。今は僕ができることだ。本気じゃないだろ。さすがゲイナ、愛しちゃう。なあ、ゲイナ君。ゲームジャンプに勝った。戦いは遊びじゃない。嘘、ゲイナ、どうしたの？怪我なんてさせるつもりなかったのに。ゲイナー君、しっかりして。周辺には新連邦の部隊が展開中。インベーダーもたくさんいるわ。守りたい世界があるんだ。僕らで止めましょう。三つどもえの戦いか。新ドラゴンに逃げられる前に何とかせんと。敵拠点を制圧。障害エリアが消滅。機能障害。周辺の状況が分かりません。周辺からの電波干渉を確認しています。拠点を制圧しろ。そうすれば解除できる。重い力的に予測される障害エリアをレーダーに表示します。させない。新ドラゴンが活動を開始しました。おーよ、その声、早乙女博士か。おーよ、お前は新ドラゴンの核として生み出された。お前が鍵となることで新ドラゴンは次の姿へと進化を遂げる。来るのだ、我が元へとな。これなら俺が新ドラゴンのターゲットに行く。待ってろ。王が進化の鍵だと。ゴー、行ってはダメよ。私たちの戦ってきた目的を思い出して。戦いを終わらせなくちゃならないんだ。お前がいたから俺はここまで来れたんだ。私たちは新ドラゴンを倒すために戦ってたんでしょ。
ここにいる。お前の思い通りにはならない。でも早く終わるなら。バレル、反応値が低いわ。分かってる。バレル、聞いてるの？ナント、しっかりして。どうしたの？この力で。そんなこと言ったってさ、ゴーラルとの対話だとか、シンドラゴンを倒すとかさ、俺には無理だよ。レントン、レントンの言う通りだ。これは戦争なんだ。人を傷つけるという行為なんだ。投げ出すんじゃないわよ。レントライト、てめえはエウレカを守るんだろうが。エウレカを守る。でも我に今は戦って、それでも自分自身を守らないと。分かってる、分かってるけど。戦うな、レントン。これは敵部隊が作戦領域に入ります。敵の城か。ターゲットとして相当しろ。無駄だ。みんなの活躍のおかげだな。まだです。ベルフトが来るかもしれません。あいつは来ない。いつもの嫌な感じがないから。あんたたちにも飽きてきたから、そろそろ死んでもらおうか。ちょっと機体をチューニングしたから、もうまぐれはないよ。撃てるか。いや、なんてパワーなんだ。マレルはどこ？出てきなさいよ。あいつは何で俺を狙うんだ。相手にしてはダメ。あいつは誰なんだ。あいつは俺と同じ理由を大した損傷じゃない。マレル、同じ人間なのか。そんなの知らないのに。させない。どうでもいいことだし。バレル、あなたは彼とは違うわ。でも自分がそこにいて殺せって言われたら迷うだろう。よくわからないな。危ない。もういい。アマちゃんの話なんか聞きたくないよ。
手はどうですか。させない。するならそれはいい。だがお前はシンドラゴンの核となるべくして生まれたのだ。それを忘れるな。彼らがここに来るとは予想外だったよ。だが手間が省けたというものだ。ここで落としておく。ここは見てよ。拠点を制圧するんだ。早く終わらせられれば。周辺の拠点を制圧すれば敵は取り返しに来るだろう。そうすれば中央の戦力は手薄になる。その隙を狙って一気に制圧する。気をつけてください。こんな時にあいつら。なるほど、熱くなるな。彼らは手強い相手だ。必要のない交戦は避けろ。今はエウレカの救出が優先だ。ガンダムタイプを確認。15年目の力をか。これで連中が躍起になって守るわけだ。亡霊ってどういうことだ。あれは過去に起きた氷落としの引き金となってきた。私は出た知恵さ。なんだって。ラビル、苦しければ下がってよ。いや、生きた。守るためだけに戦っているのではない。程度で。ガロードは若者への道を作る。過去を清算する。け、こいつら。僕がやるしかないね。目標を叩くチャンスだ。僕の背中、お願いします。加減に引いてくれ。レイとエウレカ、二人はどこに行ったんだ。ゲーナ、今は周辺の制圧を優先するんだ。そうですね、ちゃんと敵を狙って。まずは安全を確保しなきゃ。エウレカの捜索の状況は。通信がつながりません。チャンスとデイ、あいつらが派遣戦に撃て。そうなる前にエウレカを見つけると。レンタ、攻撃を開始する。これだけやれば。これでいっけ。そこか。これで決める。仕掛ける。
守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。今すぐじゃなくてもいいのよ。俺のこと拾ってくれた上にもこんなに良くしてもこれ以上侮るな。甘えるわけにはいきません。通信、この子フロスト兄弟。まだだ。チャールズ・ビームス、仕事だ。おいおい、こんなところに出てくるなんて予定外じゃないか。場所はどこであれ、戦うことには変わりはない。仕方ない、分かったよ。それでは検討。こいつら、腕を上げた。俺たちは新連邦からイルバーシとエウレカを奪取する仕事を頼まれている。そんな嘘でしょ。俺月光号の一員なんです。エウレカを守るために月光号へ戻ります。そうか。お分かりだ。目標確認。まだ月光の時間はもらった。とても楽しかった。俺行きます。ありがとうございました。前弾発射。侮るな。サーキットの回転上げて。敵の拠点を制圧しました。全ての人たちの未来のために。ネットが戻ってきたよ。どの面下げて戻ってきた。今さら戻してもらおうなんて思ってない。まだ戦おうというのか。エウレカに。そんなものだ。エウレカに会いに来ただけなんだ。これで人形になったじゃん。エウレカは。あんたを追いかけて出て。目標確認。この周辺で消息を絶つ。もらった。消えるため。目標拠点の制圧に成功。敵は撤退していきます。エウレカー。レントン、レントン、私レントンだからできたの。レントンじゃなくちゃダメなの。無茶なことしてたった一人でこんな。おかえりって。え、ニルバーシュがそう言ってるの。ただいま。一人にして悪かったね。あ、レントン今一人って。え、ニルバーシュのこと。エウレカ、俺はもう迷わない。ねえ、レント、一緒に行こう。うん。あのニルバーシュの力、タイプゼロ、一体何をした。あれは、あいつが次になるものだってのか。あの子、探し物を見つけたのね。あ、な、敵となったからには容赦せんぞ。さっき、迎撃態勢。ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。ホラン、あれってもしかして。どうしよう、それを見据えるなんかじゃねえ。まさかちびっこから見といたの。
止められねえ。侮るな。戦場を飛び回る情けをかけるなんてな。死ぬぞ、レント。優しすぎる。これなら。やられちまったか。チャールズ、レントンが行っちゃうわ。俺たちの息子の巣立ちだ。喜んで送り出してあげなきゃね。後から続け。これだけやれば。これで行け。そこか。これで決める。仕掛ける。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。レイ、もういい。下がるんだ。チャールズ、愛しているわ。各機、拠点を守ってちょうだい。交代コーラリアンが消滅するまでよ。一つたりとも落とさせないで。守りたい世界があるんだ。見てよ。拠点が攻撃を受けています。目標確認。マルチロックオン。もらった。まだ戦おうというのか。私はここに真実を携えてきた。我々は真実を直視するしかないのだ。加減に引いてくれ。人類はコーラリアンと呼ばれる未知の生命体の攻撃を受けている。マルチオクロン。もらった。かつて東州連邦はこの事実を隠蔽した。なぜだ。彼らには全ての人たちの未来のために。私と新連邦はここに立ち上がった。コーラリアンを殲滅し、目標確認。マルチオクロン。もらった。力には力を。敵が絶対的な力を持つならば、我らも同じ力を。力を持たれば敵の総意になります。力の総意になります。負けるわけには。他の英雄アドロン、今日あるこの事態を想定し、コーラリアに対抗するために戦おうというのか。未来のために。現在各市が敵の攻撃を受けている。私は行動する。人を救いに行くのだ。竜医の野郎、こんな茶番で。型をつける。修復部隊が到着。拠点に向かいます。キリがないぜ。だが俺たちはマフルマフィレグの人たちの未来のために。おかしい、高くつくぜ。新連邦より通信。なんですって。オランドよ、頑張っているようだな。デューリー、発生させた抗体コーラリアンを使ってこんなことを。抗体コーラリアンの動きに呼応してインベーダーが現れ、全ての人たちの未来のために。
まさにアドロックの示す通りではないか。違う、あのエウレカと出会い、全ての人たちの未来のために。行くぞ。攻撃部隊は三次方向より攻撃。味方にやられるな。まだ戦おうというのか。時間の経過はまだ半分。コーラリアンが消えるまではまだ時間があるか。守るためにもこの力を。これで全ての人たちの未来のために。ユイ、君はアメハ構想の何を理解している？あの演説は表面だけにとらわれたものの発想だよ。たとえそうでも構わん。私にとってスカブコーラルは滅ぼすべき存在なのだからな。ではせいぜい頑張ること。通信切れました。やめろ。何を考えている。新たな周期部隊が到着。マルチオフロインもらった。リーダー援護します。運を出してこんなことをして自らの力を誇示するつもりか。民意をコーラリアン殲滅に向け世界を思うように動かすということだな。しかもこんな茶番にアドロップを利用しようって。父さん、はい、受け止めろ。聞け、アドロップがこんなことのために利用されちゃいけないんだ。オランド、ありがとう。新たな敵が出現。そこ、逃がしてたまるか。持ちこたえたわね。新連邦も逃げていくわ。今日は本気で遊んでよ。
ームの始まりよ。私としもべの力、よーく見ておきなさい。誰がしもべよ。あんたに決まってるでしょ。これだけやれば。これで。そこか。これで決める。仕掛ける。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。様の命令とは言ってもさ、新連邦と組むなんてね。あんな気持ち悪いの親父に様付けなんて、あんたこそ何様のつもりよ。キッツ様は優しいだから。優しいのは優位だって同じよ。おい、なんだこいつは。このジャスティスに食いついてくるとは。この動きはクイーンか。これだけやれば。これで。そこか。これで決める。仕掛ける。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。進化した奴の力は未知数だ。守りたい世界があるんだ。むやみに突っ込むな。周辺のインベーダーを掃討しながら攻撃のチャンスを待て。思い切れ。力これを最後にするんだ。これで決める。狙いを絞ってきたのか。生きて帰るんだ。戦いを終わらせなくちゃならないんだ。インベーダーはゲッター戦を大量に吸収している。あいつらを倒せば周辺のゲッター船の量を減らすことができるはず。待ちます。いっけー。戦う理由がある。シンドラゴンのゲッター船反応が低下。奴が弱っている。今が攻撃のチャンスだ。照準入った。これでこれだけやれば。そこか。仕掛ける。これで決める。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。行かせない。危なくなる前に呼んでください。誰が転んで戦いなんか。やるしかないんだ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。誰が転んで戦いなんだ。このシンドラゴンを止められるものか。進化し強力になったシンドラゴンをな。止めてみせ。止めなきゃならないんだ。力だけだ。これで決める。
今だ。これで決める。シンドラゴンを攻撃。これで勝負だ。これで。これだけやればそこか。いけ。仕掛ける。これで決める。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。シンドラゴンは最終形態までの進化を行い、ユニレーダーを滅ぼすはずであった。だがその間にゲッター戦を終わらせるためにあるんだ。シンドラゴンの生命反応が弱くなっている。やったの。シンドラゴンは活動を停止する。戦う理由がある。いけ。こんな状況下でもここまでやるとは。戦いを終わらせなくちゃならない。守りたい世界があるんだ。戦いを終わらせる。あんたはなぜこんなことを。インベーダーはわしの手で滅ぼさなければならなかった。ミチルの死を無駄にしないためにもな。聞かせてくれ。アドロックは何を知っていたんだ。やつはアゲハ構想を停止することでインベーダーの出現を阻止しようとした。エウレカとの接触から得られたデータで新たなアゲハ構想を作ろうとしてな。新たなアゲハ構想。ベルクとヤツだけにはゲッタ戦を利用させるなよ。あの男は危険だ。わしの引いたレールも最後だ。博士。あとはお前たちの手で切り開け、人類の未来を。さらばだ。私たち、勝ったの？やったぜ。まだだ。来るぞ。来たのか、ベルクト。そんな時。戦いを終わらせる。この力で。残念だが、シンドラゴンはか。これで、これだけやればそこか。いけ。仕掛ける。これで決める。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。扉はもう開かれる。ゲッター戦だ。もう来ない。新連邦の力も利用価値があった。だがそれももう必要とし、時期に二つの世界を結ばれる。だが貴様、この手で殺さないと気が済まない。ベルクト、ドナドライブの鍵は何だ。ベルクト、あなたは負けたのよ。俺が負けた。ヘイヘイ。違う、ここにいるみんなに負けた。黙れ。もう終わりよ。黙れ。バルドナドライブは俺を選んだ。
俺が最後の鍵を開ける。待て、バレル、もういい、追う必要はないわ。フィン、もう、あんなに。ここが正念場です。皆さん、行きましょう。寸前です。我に勝利がアクセスを行うために周辺を制圧することが最優先です。敵部隊を撃破するんだ。迅速に行け。思い立てた。力深いことは考えないでいいわ。これで決める。とにかくボコボコにしていきなさい。僕らで止めましょう。ベルクトめ、これだけの数を用意していたとは。相手も必死ということだ。戦いを終わらせなくちゃならない。敵部隊広範囲に展開しています。ものすごい数、敵機数え切れません。ここで勝てなければ終わりだ。何としても道を開くんだ。戦いを終わらせる。この力で厚みが出るな。しかしこの数、そう簡単には倒しきれない。守りたい世界があるんだ。間に合うのか。絶対絶命ってやつだね。こんな状況下でもここまでやるとは、さすがだな。勝てる気がしないね。あとどれだけ相手すればいいんだよ。バルチョ、あれを吐くな。俺たちで食い止めるぞ。バル、無駄だ。殺されるなよ、絶対。はい。これが背水の陣だ。決して侮るな。戦いを終わらせなくちゃならないんだ。ターゲットの半数を撃破。よし、じゃんじゃん行くぞ。敵の増援です。希望を消さないためにも今は分担して何とか削りましょう。敵部隊の状況を知らせろ。バルドナドライブを厚く守っています。タイムリミットは間近だ。バレルとフェイの道を作れ。今助ける。こいつ、光る、ここが正念場だ。開けられんぞ。分かってますって。先輩こそ落とされないでくださいよ。守りたい世界があるんだ。本当に俺がバルドナドライブを止められるのか。大丈夫、信じて。そう、今日何とかしなきゃ。さすがに気をつけるぞ。油断するな。戦いを終わらせなくちゃならないんだ。ターゲットの大半を撃破。あと少しです。あと少し、頑張ってください。作戦時間の半分が経過。まだ時間はあるわ。どんどんやっちゃって。火器の損傷率が上がっています。このままじゃまずいですよ。これで決める。ここで引くわけにはいかない。守りたい世界があるんだ。
い抜いてくれ。当然だろ。逃げたって無駄ならやるしかないでしょう。迎撃弾幕用意。戦いを終わらせなくちゃならないんだ。こちらはもうダメです。息で追い込め。私を忘れるなよ。ベルクト。今らしき自分自身。行け。コイトもここで終わりにし。えい！もうやめろ。この機体の進化を見定める日が来るとは。形勢に気をつけろ。さっきとは性質が異なる機体だ。何があなたを駆り立てているの。我の名を持ったがために、私は苦しまなきゃならなかった。この顔を、この名を、そして貴様を憎み続けてきた。無駄だ。ベルト、やめろ。お前が俺を大した損傷じゃない。先行しすぎるな。これで、これだけやればそこか。うっけー。仕掛ける。これで決める。守りたい世界があるんだ。受けてみろ。今だ。この一撃で決める。同じ人間だと。貴様が言うな。私を否定した貴様が。確かにお前のことは分からない。でも覇権戦にみんなの未来を壊す権利がお前にあるのか。明日を信じているんだ。私はこの戦いの中でバレルという希望を手に入れた。そしてみんなと未来を作ってみせる。もうすぐ消えようとしている。無駄だ。危ない。少尉、バルドナドライブの停止をお願いします。さあバレル。バルドナドライブの停止を確認。みんな急いで。これよりナデシコはワームホールに入り帰還します。各機至急ナデシコに帰投してください。残った敵は俺たちに任せろ。フェイ、本当にいいの？
ベルクト！未来とかいうものを信じて戦ったところで乗り越えられないものがある。被弾エンジン部に損傷。行かせない。いいように利用してくれてさ。私としたことを忘れていたよ。これがタム家だ。ベル、この世界ともお別れだな。あとは。ワームホールは完全に消失。嘘だろ。帰れないってこと？ええ、もう帰る術はない。